皆様、本日はお忙しい中、宮田大臣謝罪会見にお集まりいただき、誠にありがとうございます。今回、プロジェクト、クラウドファンディングを通して行われた企画、ボーダレスを世界に広めようプロジェクト、こちらの一環として謝罪会見を行わせていただくことになりました。かねてより我々宮田の謝罪会見なんて誰が申し込むんだと、高をくくっておりましたが、実際蓋を開けてみましたところ、早々に申し込み人数が、1になってしまいまして、本日までひたすら震えておりました。それではそろそろ宮田大臣をお呼びしたいと思います。世界が生んだ謝罪の申し子、宮田大臣。本日はお足元が悪い中、お集まりください。本当にありがとうございます。改めまして、この度は本当に申し訳ありませんでした。今回このような形になってしまったのは、ひとえに私の認識不足、深く反省している次第であります。申し訳ない。それでは質問ある方。いや、そもそも今日は何について反省されてるんですか？なるほど、確信をついた質問、ありがとうございます。そして確信をつかせてしまったこと、大変申し訳ありませんでした。今回の謝罪ですが、関東にお住まいの石井様からいただいた依頼となっております。一体どのような謝罪なんでしょうか？はい、チェスターに餌をやりすぎて大きくなりすぎちゃってごめんなさいということです。はい、餌やりすぎてしまって大変申し訳ありませんでした。いやいや、勝手に説明といてください。よくわからないんですけど。ですから、石井さんの飼ってるワンちゃんのチェスター君、こちら6歳の元気な男の子ですが、その子が餌をあげすぎて大きくなりすぎちゃった、それを謝りたいということです。犬を犬をもう少し詳しくお話を伺えますでしょうか？そうですね、皆さんは、ご覧になられたことがございますでしょうか？アニマルプラネット。アニマルプラネット。チェスター君、チワワなのですが、チワワの平均体重、皆さんご存知だと思いますけれども、2キロ前後だと言われています。小さなワンちゃんですね。しかし、なんとチェスター君、ご覧のように8キロもあるんです。でかい餌をあげすぎて大変申し訳ありませんでした。いや、謝罪まで早いな。謝罪まで早いってどういうことですか？チェスター君はね、お手とおかわりができるんですよ。それでもあなたは謝罪が早いというんですか？お手関係よ。フルートに合わせて歌うこともできるのですか？それはちょっとすごい。すごい。あと、これは本当に驚かないで聞いてほしいんですが、これあくまでですよ、飼い主の石井さんからの情報なんですけれども、どうやらチェスター君、人間の言葉を完全に理解しているらしいと。落ち着いてください。あと、石井さん曰くなんですけど、8キロありますが、あれはほとんど筋肉なんです。落ち着いてください。さっきから私たちは何を聞かされてるんですか？そうですね、百聞は一見にしかずと昔の人はよく言ったもんで、はあ、それでは実際にご覧いただきましょう。フルートに合わせて歌うチェスター君です。VTR パオーン。
目だかわからないんですが。ピアノも見ます。ピアノを弾くチェスター君。VTR パオン。というわけで、本日はチェスター君、餌をあげすぎてごめんねという謝罪会見をさせていただきました。まあ、ファンキストのニューアルバムボーダレスも先日リリースになりました。全13曲の最高に踊れる1枚になってますので、ワンちゃんと一緒にこれを聴いて踊ってもらえたらなと考えるわけです。つまりボーダレスはダイエット効果もあるということですね。あると言わざるを得ないでしょう。さらにただいま、ファンキスト絶賛ツアー中でございます。全国各地で音を奏で、ファイナルは恵比寿リキッドルームでのワンマンライブとなっております。私宮田、チェスター君のピアノバリの最高の演奏で皆さんをお待ちしていますね。それはいろんな意味でやばい。それでは最後に歌わせてもらっちゃおうかな。転びましたよね。あ、歌はいいです。いやいや、まあ、そんなこと言わずに。いやいやいや、本当に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 歌は本当に、いやいや、ちょっと歌は本当にいいんです。本当にいいですか。寒い、本当に寒い。